謎はすべて解けた。完成したジグソーパズルが山原の使者の正体を俺に教えてくれた。一体誰が山原の使者なの？慌てるなみゆき。これから順を追って説明していく。まずは赤き手まり。山原の使者は小暮を時計塔に呼び出して殺した。そして文字盤の窓から死体の首を出し、プレートを使って密室を作った。大時計のスイッチが入れられ、大時計の鐘が鳴り響き、小暮の首が落ちてくる。赤き手まりの完成だ。しかしなんでまたわざわざ密室などにしたんだ？契約、つまり俺の力量を試したかったんじゃないかな。おそらく俺はそのためにこの島に招かれたんだろうから。そして人型の舞。山原の使者は例の特別な飲み物に睡眠薬を入れておいた。それを飲んだ光貞はぐっすりと眠ってしまった。その間に部屋に忍び込み、車椅子の光貞を連れ出した。そしてそのまま。この時あらかじめ手に入れておいた偽正樹のパスケースを現場にわざと残したんだ。奴を犯人に仕立てるために。例のワルキューレは部屋を出る前に山原の使者がタイマーでセットしておいたものだ。9時ちょうどに鳴り響くようにな。山原の使者は全ての事件の犯人を偽正樹に押し付けようとしていた。正体がバレて島から逃げ出そうとした偽正樹が観念して自殺した。このシナリオを実践するために行われたのが3番目の殺人、ムクロの矛だった。そうか、他の人間にはアリバイがあるしな。さらに山原の使者はあくまでも偽正樹に犯人を押し付け、事件を3つで終わりにするつもりだった。ということは3つの事件の被害者、小暮、光貞、偽正樹を殺すだけで十分にメリットがある人物こそ山原の使者の正体なんだ。じゃああとは3人のうち誰かということだな。おっさん、ここまで言ってもまだわからないのか？俺にはもう全てが見えている。4つの事件の犯人、山原の使者の正体は眉浦さんだ。何ですって？三村先生や真奈美さんが財産を狙うとすれば、眉浦さんの存在がどうしても邪魔になる。ところが眉浦さんはたった一つミスを犯した。ボート小屋に偽正樹の遺留品が落ちていたのを見逃したんだ。それはこいつだ。コンタクトレンズじゃないか。偽正樹が殺された時外れて落ちたんだろう。やつのバッグから空のコンタクトケースも見つかった。偽正樹の死体は片方の目にだけコンタクトをしていた。それは確かめたぞ。このちっぽけなレンズがマイラさんのトリックに大きな穴を開けたんだ。でもはじめちゃん、マイラさんには葉月さんの時にアリバイがあるわ。私と一緒にお風呂に入ってたんだから。確かにそうだ。もしその時間に光貞が殺されたんだとすればな。俺はワルキューレのタイマーを発見しただけで、それをトリックだと決めつけ、9時には光貞がもう連れ出されていたと信じ込んだ。だがあまりに軽率だったよ。それだけのことで犯行時刻を限定してしまうなんて。ワルキューレが鳴った時に光貞がまだ部屋にいた可能性もあるじゃないか。犯行時刻を9時までと限定することはできない。でもあの時さゆりさんが証言したじゃない。時計を取りに行った時葉月さんはもういなかった。それはワルキューレが鳴るより前のことだって。ところがそのさゆりさんの証言が嘘だったのさ。そんな。
何を言うの、私嘘なんか。さゆりさん、もういい。証拠だってあるんだ。証拠ですって。いつきさん、取材用のテープを今持ってるかい。これか。10月15日夜、いろいろ探ってみたが、これといって手がかりは見つからない。飯の時に葉月に釜をかけてみたが、やはり直にぶつかってみるしかないな。ちょっと前にマナミが部屋に入っていったようだな。昨日は三村、今日はマナミか。女を呼ぶのに剣で合図をするとは、葉月もいい瞬してるぜ。10月15日夜、陳列ケースが気になったんで見てみたが、特に何も発見できなかった。どうもうまくいかない。ここからだ、よく聞いてくれ。考え方を変えてみる必要があるかもしれない。部屋に戻って持ってる情報を整理し直してみるか。全てはそれからだ。いつきさんは全く気に留めず、たまたまテープに入っていたものだ。ワルキューレの後にオルゴールの音が録音されている。つまりオルゴールが鳴ったのは9時より後のことだったんだ。さゆりさん、すまないが、そのペンダント時計を開けてみてくれないか。頼む。この音色に間違いない。さゆりさん、もう嘘をつかないでくれ。光貞の部屋に行ったのは何時頃なんだ。さゆりさん、9時半です。これで犯行時刻は9時半まで広がった。それならばマイラさんにも犯行は可能だ。アリバイは崩れた。ヨネさん、マユラさんをすぐ連れてきてくれ。まだお休みに。起こせ。わかりましたです。じゃ、ということは金田一、さゆりさんも共犯なのか。これは俺の想像なんだが、さゆりさんはマユラさんをかばおうとしたんじゃないかな。示し合わせたのではなく。ああ、逆にマユラさんはさゆりさんの証言を聞いて驚いていたに違いない。なぜ嘘をつくんだろうとな。さゆりさん、あなたがいくらかばってもマユラさんが山原の使者であるという根拠はもう一つあるんだ。マユラさんは殺された人たちのためだと言ってろうそくを灯して毎日祈っていた。小暮が殺された後は1本、光貞が殺された後は2本。あのろうそくは殺された人間の数を表していたんだよ。みゆき、3日目の午後に見ただろう。マユラさんがろうそくを3本立てていたの。確かに3本だったわ。しかしあの時、偽正樹の死体はまだ発見されていなかった。奴が死んだことは誰も知らなかったはずなんだ。犯人である山原の使者以外は誰も。なるほど、真犯人しか知り得ない事実というやつか。さゆりさん、これでもまだマイラさんをかばって嘘をつくのか。私、マイラをかばってなんか。大変でございますじゃ。お嬢様がおりませぬ。マイラさんがいない。マユキ様の姿も見えんのですじゃ。もしかしたらお嬢様がどこかへ。なんだと、一体どこへ行ったんだ。財宝の隠し場所に決まっとるによ。ついに本性を現したわね。財宝を独り占めにする気よ。そろそろ月食も始まる。あれ、さゆりさんがいない。しまった、ちょっと目を離した隙に。あの人も財宝を狙ってたんだわ。3人ともそこへ向かったのか。金田一、わかるか。財宝の隠し場所、魔の口がどこにあるか。
魔の口が開いた。急ごう。ここが魔の口？ここは秘宝神社の建設予定地では。マイラさん、サユリさん、マイラさん、すべては終わった。山原の使者を演じる必要はもうないんだ。この場所まで分かっていらしたのね。あなたを探偵役に選んだのは失敗だったようです。でも捕まるわけには参りません。まだやるべきことが残っている。大事な宝、宝。遠藤。はい。何ぼーっとしてるの。先を越されるじゃない。はい。やめなさい。マユラさん、あんたも黄金の輝きに惑わされた一人だったというわけか。金田一さん言ったはずです。私にとってこんな財宝など。マユラさん。私は財宝が欲しかったわけではありません。ここには私にとってもっと大切な宝物が。財宝より大切な宝？何言ってるのよ。そんなものがあるわけないでしょ。何よこれ。まさきお坊ちゃま。まさき。じゃあこれが。マユラさんのお兄さん。行方不明どころか、こんなところで死んじまってたのか。そう、私の大切なお兄様。マユキ、転ぶなよ。お兄たん。父はああいう人ですから、お兄様を後継者に育てることしか考えていませんでした。優しかったお母様を早くに亡くし、親の愛情に恵まれなかった私たち三人は、だからこそいつも一緒でした。12年前の夏、この島で遊んだことも楽しい思い出。ちょうどこの場所で毎晩星を眺めていました。マユラ、あれが母さんの星だよ。母さんはいつでも僕たちのことを見ててくれるんだ。それが私たち3人の秘密の儀式だったのです。いつでも僕がそばにいるからね。マユラ、お兄ちゃまのお嫁さんになる。幸せな日々がいつまでも続くと信じていました。ところが、父が一人の女性を島に呼んだのです。遠い親戚だと言っていましたが、おそらく愛人の一人だったのでしょう。その人は一人の女の子を連れていました。まさかそれがこの人だったとは。お兄様はさゆりさんに懐いていました。それが私には面白くなかったのです。幼い嫉妬心だったのでしょうが。そしてあの事件が起きたのです。内緒だよ。今夜こっそり家を抜け出そう。僕たちの秘密の場所を教えてあげるから。それだけは許せなかった。この場所は私たち兄弟三人の秘密だったはず。さゆりさんは
約束の時間になってもなぜか現れませんでした。それをいいことに私はお兄様に文句を言いました。お兄ちゃま、ここは私たちだけの場所でしょ。他の子連れてこないで。なぜだよ、みんなで仲良くした方が楽しいだろう。お兄ちゃまのバカ。その晩も皆既月食でした。今宵のような。あ、マユラ、危ない。お兄ちゃま捕まって。マユラ、もういい。このままじゃ二人とも。お兄ちゃま、もういいんだ。その後のことはよく覚えていません。私は熱を出して数日間寝込み、お兄様の死を目の当たりにした真雪はその日から一切の心を閉ざしてしまったのです。父は島中を捜索しましたが、もちろん見つかるはずがありません。私もこのことは誰にも言えませんでした。さゆりさんたちは翌日東京に帰り、間もなく父もこの島を手放しました。私の心の時計もあの日で止まってしまったのです。そして今私はとうとうここへ戻ってきました。12年間密かに思い続けてきたことを実現するために、この場所に神社を建て、巫女として一生を送る。お兄様をお守りしながら。だから、どうしても父や小舟が許せなかった。財宝伝説に目をつけ、この島を観光地にするなんて。想像してみてください。大勢の人たちが押し寄せ、面白半分にあちこちを掘り返す。お兄様が静かに眠るこの島をどうして耐えられます。それを止めるためなら人だって殺します。私誤解してた。マユラさんって氷みたいに冷たい人だと思ってたけど、お兄さんのことをそんなに。その愛情の深さが逆に強い殺意を生んじまったってわけか。私の宝物はお兄様と真雪だけ。それを守るためならば。偽正樹を殺したのはやはり犯人を押し付けるためなのか。いや、おっさん、それだけじゃないだろう。真由良さんには許せなかったんだ。大事なお兄さんの名を語る偽物が。金田一さん、あなたさえ事件を解かなければ全て。どちらにしてももう戻れない。私の手は血で染まりすぎている。マユラさん。金田一さん、最後の歌を覚えていて。最後の美人降臨。待て、マユラさん。何？魔の淵へ微心をつ。自分自身の体を使って呪い歌を完成させちまったってわけか。それほどまでにお兄さんと正樹君のそばで眠りたかったのね。マユラさん、あんたが狩宮に立てていた三本のろうそく、あれが俺に山原の使者の正体を教えてくれたけど、でもあれはあんたの優しさだったんじゃないか。殺された人のために祈りを捧げていたあんたが冷酷な殺人鬼だとは思えない。そうやって祈りを捧げていた気持ちを俺は信じた。
マユラさん、生き抜いてほしかった。たとえこの先何があろうと。はじめちゃん。死んじまったら何もかも終わりじゃないか。マユラさん、俺にはあんたを救えなかったっていうのかよ。事件も解決したし、財宝のありかも発見したし、さすが名探偵ね。だけど覚えておいた方がいいわ、はじめちゃん。本物の名探偵は人の心も救うのよ。はじめちゃん、あなた誰かの心を救うことができた？